この場合香りが大事ですのでね、自然に冷ました方が味があって美味しいです。はい、身を全部出しました。あとはこの薄皮を取るのは面倒ですけども、これを取らないとせっかく美味しいものを食べるのも一手間かけましょう。油を敷きました。枝豆焼きます。大さじ1杯ぐらいのものを落とし入れて、厚さこう1センチぐらいになるぐらいにこうちょっと押さえますね。こんがり両面が焼けるぐらい火を入れたらいいです。こういう感じですね。レモン汁を作ります。これ絞ったレモンの汁に塩を入れたものですね。これを弱火で水分を飛ばしてパサパササラサラになるまでゆっくりゆっくり混ぜながら火を入れます。レモンの皮をすりおろしたものを入れます。塩らしいと思いますね。